アクティビジョンブリザードアクティビジョンインフォコムインフォコムは、マサチューセッツ州ケンブリッジにあったソフトウェア企業で、特にテキストアドベンチャーの開発で知られている。また、関係データベースコーナーストーンも開発した。1979年6月22日、デイブレブリング、マーク・ブランク、アルバート・ベッツァ、ジョエル・ベレズといった MIT の職員や学生が創業。 1986年、アクティビジョンに買収され、1989年には、インフォコム部門が廃止された。しかしアクティビジョンは、1990年代にも、インフォコムの看板タイトルである、ゾークのブランド名でゲームをいくつかリリースしていた。2002年には、インフォコムの商標を完全に廃止した。インフォコムの得意とするゲームは、インタラクティブフィクションと呼ばれるもので、 ユーザーが短い文を入力することで、主人公の行動を決定する。ユーザーが選択した行動に対して、プログラムが結果を文章で説明する。ユーザーはその文章を読み、次に何をするかを決定し、例えば Go West や Take Flashlight といった指示をする文を入力する。インフォコムのゲームは、ジルと呼ばれるリスプ風言語で書かれており、 コンパイルによって一種のバイトコードに変換し、Z マシンという仮想機械で実行する。テキストベースのゲームはどれも Z マシンインタプリタを使っており、各アーキテクチャ向けにこのインタプリタを移植すれば、どのゲームもそのアーキテクチャ上で動作可能となる。洗練された公文解析器を備えており、ユーザーが入力する複雑な命令を解釈する。それまでのアドベンチャーゲームは、 動詞名詞の形式しか認識できなかったが、インフォコムの公文解析機はそれ以外の様々な文系を理解できた。例えば、Go West だけでなく Go ツーフェステロンという命令でも認識される。Z マシンを採用したことで、インフォコムは、Apple 2、あたり800、PC、AT5 換気、アムストラッド CPC、コモドール o r 64、 コモドール128、K プロ、TI-99,4A、マッキントッシュ、アタリ ST、アミガ、TRS-80 といった、当時の多くのホームコンピュータ向けに同時にゲームをリリースすることができた。インフォコムの製品には、ゲームの世界観に沿ったおまけが付属しており、フィーリーズ、または、スメリーズと呼ばれていた。 MIT コンピュータ科学研究所のマーク・ブランクとデイブ・レブリングは1977年コロッサルケーブ・アドベンチャーに触発されて句を開発し、それがインフォコムの最初の製品となった。当時のパーソナルコンピュータの平均的なメモリ容量より大きなゲームを実行可能にする革新的な仮想記憶システムを 開発したが、大型メインフレームで開発されたゲームは三部作に分割する必要があった。ゾークアイは当初1980年に TRS-80 向けにリリースされたが、最終的には複数のプラットフォームで総計100万本以上を売り上げることになった。マイクロソフトはアドベンチャーを MS DOS 1.0向けに安価にリリースしたが、 ゾークアイの方が IBM PC でも人気となった。レブリングとブランクはさらにいくつかゲームを作り、スティーブ・メレツキーらをゲームライターとしてやっと入れた。ゾークシリーズ以外にダグラス・アダムズ原作の銀河ヒッチハイクガイドのゲーム版や A マインド・フォーエバー・ボイジングなどが有名である。創業当初の数年間、テキストアドベンチャーはインフォコムに莫大な収入をもたらした。 当時のコンピュータゲームは発売直後には売れるが間もなく売り上げが急降下するのが普通だった。しかし、インフォコムのタイトルは何年間も販売されていた。当時の従業員、ティム・アンダーソンはそれは驚異的だった。地下で紙幣を印刷していたような勢いだったと述べている。インフォコムの成功の鍵はマーケティング戦略、ストーリーテリングの豊かさ。 世界観にマッチしたおまけである。ゲームは一般にソフトウェアの専門店で売られていたが、インフォコムは書店でも販売した。テキストベースだったため、書店関係者もインフォコムのゲームに関心を寄せていた。インフォコムのゲームタイトルは、 ストーリーテリングがうまく文学的にも表現が豊かであり当時の原始的なグラフィックスを避けたことで文章で説明されるエキゾチックな情景をユーザーが想像する余地を生んでいたインフォコムがストーリーに仕込んだパズルは巧妙でプレイヤーは他社のゲームのように猿回しの猿になったような気分を味わうことがなかったパズルは論理的だが ストーリーに散りばめられたヒントに注意する必要があり、プレイヤーはそれまでの童貞についてメモを記録しておくことが多い。時にはユーモアとしてパズルを追加する場合もあり、プレイヤーはそういったパズルに出会わなくともゲームをクリアすることができる。しかしゲーマーにとっては、そのような一種のイースターエッグを見つけ出すことが楽しみの一つでもあった。例えば、 エンチャンターというゲームでは、クエストを達成するのに、魔法の呪文を集めなければならない。その一つが、召喚呪文で、ゲーム内の異なる部分に登場した人物を、召喚するのに必要だった。また、このゲームでは、造クという世界を作った、インプリメンターズという人々への言及がある。そこで、プレイヤーが、 召喚呪文でインプリメンターズを召喚しようとすると、ゲーム開発者であるデイブ・レブリングとマーク・ブランクが召喚され、このバグに驚き急いでバグフィックスしようとするという話が展開する。フィーリーズはゲームのテーマに沿った想像力をかき立てる付録であり、同時に一種の違法コピー防止策にもなっていた。というのもそれらの付録がゲームの謎を解くヒントにもなっていたためである。 インフォコムは、ゾークと共に始まり、ゾークの世界を扱ったシリーズが中心となっていたが、ファンタジー、SF、ミステリー、歴史冒険者、子供向けなど様々なジャンルのストーリーのゲームを、次々と製品化していった。プランダードハーツは女性をターゲットとしたゲームで、女性が主人公の海洋冒険者だが、ゲームをクリアするには女性らしい戦術を使う必要がある。 シエラオンラインのレジャースーツ、ラリーなどが人気を呼んだため、インフォコムも1986年に、同様のゲームレザーゴッデス・オブ・フォボスをリリースした。これは、性的描写を3段階から選択でき、フィーリーズとしてはゲーム中の6箇所に対応した6種類の、匂いがする、スクラッチカードが付属していた。インビジクルーズ当初、マイク・ドーン・ブルックが、 ゾークユーザーズグループと称して優勝のヒント提供サービスを行っていた。ドーンブルックはまた、インフォコムの顧客向けニュースレターザニューゾークタイムズも観光し、新製品の紹介とゲームのヒントを提供するようになった。優勝ヒント提供サービスはインビジクルーズへと発展する。これは、いわゆるゲーム攻略本で、パズルの答えは見えないインクで書かれており、 本に付属するマーカーでその部分をなぞると答えが見られるようになっていた。ゲーマーが抱くであろう疑問への答えは2つ以上掲載されているのが普通だった。最初の答えは暗示的な微妙なヒントで2番目、3番目と徐々により明確な答えに近づいていく。したがってプレイヤーは必要なレベルのヒントだけを見てゲームを進めることができる。 通常のインクで印刷された質問部分でゲームについて多くの情報を与えてしまうことを防ぐためインビジクルーズシリーズの攻略本には誤解を与えるような嘘の質問も混入されているのが普通だったインバイクルーズはコンピュータ関連書籍のベストセラーリストの常連だった後にインビジクルーズはゲームに組み込まれるようになったヒントと2回入力すると 関連する話題を選択できる画面が表示され、一つだけヒントを得られるようになっていた。ゲームブックインフォコムはゲームに基づいた、ゲームブックもいくつか出版している。君ならどうするシリーズと同様、数ページに一度の割合で選択肢が登場し、読者がいずれかを選択すると、指定されたページへ飛ぶことになる。しかし、成功したとは言えず、すぐに消え去ることになった。 1984年、インフォコムはビジネス製品を扱う新部門を立ち上げた。1985年、当時スモールビジネス市場でブームとなっていた関係データベース製品、コーナーストーンをリリース。使いやすいと評判になったが、1万本しか売れず、開発費用を回収できなかった。この製品が失敗した原因はいくつかある。プラスチック製の しっかりしたケースでパッケージされ、データベースとしても非常に素晴らしいものだったが、当初の価格は495ドルで、媒体はコピープロテクトされていた。また、最大の問題は、スクリプト言語のようなものを全く含んでいないという点だった。そのため、スモールビジネス向けにデータベースアプリケーションを開発、保守することを仕事としていたコンサルタントに敬遠された。 また、インフォコムの強みである自然言語処理を活かして自然言語によるクエリ機能が搭載されるのではないかと期待されていたが、そのような機能はなかった。そして、インフォコムのゲームは幅広いプラットフォームを対象としていたが、コーナーストーンは IBM PC にしか対応しなかった。実際、コーナーストーンも移植性を考慮して VM を使って実装されていたが、 それが活かされることはなく、逆に性能が出ない原因となった。インフォコムのゲームは、仮想機会上で動作させることで移植性が高く、それが利点となっていたが、コーナーストーンでは逆に、性能低下の原因となってしまった。ビジネスソフトウェアは、PC 互換機が、ほぼ独占するようになり、移植性は重要ではなくなっていった。インフォコムはゲームで上げた利益を、 コーナーストーンで使い果たすことになり、ゲームの売り上げも低下してきたため、財政状況が苦しくなっていった。そこでコーナーストーンのコピープロテクトを外し、100ドル以下に値下げしたが、市場は他のデータベースに移っており、遅すぎた。また、ゲーム市場もグラフィカルなゲームへと移行しつつあった。1990年代初め頃、タンリ、ラジオシャック、アタリ、コモドール、 アミーガといったホームコンピュータメーカーが姿を消し p c 互換機とマッキントッシュがシェアを争う時代となったこの時期のグラフィックス技術は急激に進歩していたため最新の技術に対応したソフトウェアを開発してもすぐに時代遅れになるという状況だった人々は最新のより強力なマシンを買い求めウィザードリーのような線だけのグラフィックスや シエラエンターテインメントのキングスクエストのような荒いグラフィックスで満足していた日々はとっくに過ぎ去っていた。このような状況でテキストアドベンチャーを中心としていたインフォコムは慣れないグラフィックスへの移行を強いられた。1986年6月13日、インフォコムはアクティビジョンと逆さ合併した。当初両者の関係は良好だったが、 アクティビジョンの CEO ジムリービが退任し、ブルース・デイビスが公認となって変化が生じた。デイビスはインフォコムへの支払いが課題だと信じ、コストを少しでも回収しようとした。コスト増大と収益減少は1988年に新製品が出なかったことで悪化し、さらに MS ドス製品の技術問題もあり、アクティビジョンは1989年、 インフォコムを廃止した。その後しばらくの間、アクティビジョンはインフォコムの古いゲームをジャンルごとに集めたものを販売していた。ザロストトレジャーズ・オブ・インフォカムとザロストトレジャーズ・オブ・インフォカム2で1988年までにインフォコムがリリースしたほぼすべてのゲームを網羅している。1996年にはそれらを1枚の CD ロムに収めた。 クラシックテキストアドベンチャーマスターピーセスズオブインホカムを発売した。ただし、これには銀河ヒッチハイクガイドと将軍が入っていない。ダグラス・アダムズとジェームズ・クラベルのライセンス、契約期限が切れていたためである。いずれもテキストアドベンチャー。ザ・ヒッチハイカー。 S ガイド2ザギャラクシーと将軍を除いて、インフォコムのゲームの著作権は、アクティビジョンが所有していると見られている。製品版、ゾーク三部作に先駆けて、メインフレーム上で開発されたダンジョンは一般に、パブリックドメインとみなされており、フォートランのソースコードや、Z マシン用ストーリーファイルなどは、ザインタラクティブフィクションアーカイブから入手可能である。インフォコムのゲームの多くは、 インターネット上で入手可能だが、いずれも著作権侵害の恐れがある。ありがとうございます。